バウンドマン、ビョンビョンビョン、これめちゃくちゃ良くないか。クレナチャンネル、というわけでクレナチャンネルです。本日はですね、こちらの大目玉ですね、5月のキングオブアーティストルフィ乗っていきたいと思います。これ過去にも出てたんだけど、ちょっと色違いスペシャルバージョンって感じで、スネークマンとバウンドマンどっちも出てるって感じですね。これは熱い。これ開封していきましょう。比較的にエブリデイさんいつも来てるんですが、キングオブアーティストめちゃくちゃ取りやすいです。手順教えますね。最初手前寄せバークロスで狙ってください。右側も寄せてバークロスで狙いましょう。やってあげるとですね、お、もうちょい寄せた方が良かったね。パワー次第なんですけど、あと重さですね、多分下重心っぽいんで動き良くなかったです。なのでさっきより結構寄せます。さっきよりも結構寄せて、もうちょい深めにかけます。 OK。 ただ結構重そうですね。重たいのが逆に良かったりします。次はちょっと左バーに当たるくらいやってみます。 OK。爪で触れるかなっていう感じですね。どうだ、爪だとちょっと抜けちゃいますね。そしたらさっきみたいにもうちょい肘をかけるイメージでバークロスで狙ってきます。重たい景品だとね、この後のステップの手前寄せっていうのがめちゃくちゃやりやすいんですよ。重たい景品だと事故ることが少ないのでね。 OK。 今かかり良かったですね。これでも手前見てください。白いバーに乗りました。ここからなんですけど、人気景品なので端幅はすごい広いわけじゃないので、しっかり手前に乗せてみたいと思います。この注意点なんですけど、この右角がピンクのバーに乗る前までは寄せは比較的甘めにして、右爪がしっかりかかるように狙ってください。なんでかっていうと、箱がねこっちに倒れちゃうときあるんで、左アームだけかかっちゃうと。 OK。 右にどんどん手前に乗せていくって感じになります。でここの角ピンクバーに近寄ってきたんで、こう箱がこういう風に倒れるってことはリスク減ってきたんで、中心ここ揃えてあげて比較的手前めで狙っていきます。で良ければ次の一手で乗せてみたいですね。これでだいぶ手前も乗ってるんで、引き上げて OK、 乗りましたね。これで乗りました。そしたらちょっとスネークマンの方を取っていきましょうか。こちらのスネークマンの方行きます。僕ねこの後ねバイトがあるんで、もう本当はこれだけ取って帰ります。これだけ帰って取って開封レビューしたいって感じですね。いいですね。これが理想なんですよ。さっきのは多分今回のスネークマンよりちょっと重かったんで、1手目でここまで乗れなかったんですけど、大体この形になります。1手目で、あとは奥持って手前に乗せていくって感じになります。マジでめちゃくちゃ簡単すぎる。1000円で2個いけんじゃない。マジで。次なんですけど、ピンクのバー、右角ピンクのバー乗ってるんで、次の1手で乗せ切りたいなっていう感じがします。前の箱も十分乗ってるんで、ちょっとだけ左寄せてあげて結構手前めで攻めていきます。右爪で引き上げて、右爪で引き上げて、そう、ちょっと近くあるんで、ぜひゲットしちゃってください。はい、というわけで帰ってまいりました。いや取りやすすぎるでしょ。さすがにこんな簡単に取れることあります？キングオブアーティスト、しかもワンピースルフィということで、もう超人気ですよ。でしかも造形もクオリティも素晴らしいので、超人気景品なはずなんですけど、1000円で2つ取れてしまうゲームセンターエブリデイ玉の国、えげつない。こんなゲーセンなかなかないですから。というわけで、そしたらですね、こちらのキングオブアーティストモンキー・ディ・ルフィスペシャルバージョン、スネークマンとバウンドマン、開封レビューの方、行っていきましょう。まずはこちらのバウンドマンの方から開封していきます。重心は裏重心ですね。重心裏で、若干下に寄ってるかなという感じがします。中身多少動きますが、若干下に寄ってるんじゃないかなという感じがします。というわけで、ギアフォースバウンドマン開封してみました。キングオブアーティスト、すごい造形ですね。やっぱり山下学先生。造形、キングオブアーティストといえば、山下学先生ですから、いやすごい、これすごいね。やっぱキングオブアーティストってね、まずルフィの表情ですね、完璧すぎないか。このバウンドマンルフィ完璧すぎない。個人的にはちょっとスネークマンが、まあ、若干ですよ、若干違和感、まあ、スネークマンってこういう顔なんで、まあ、ルフィっぽさはねちょっと情けなんですけど、これはこれでかっこいいんですが、バウンドマンの方がちょっと顔はしっくりくるかなという感じがします、個人的にはね。でここの辺の筋肉造形ですよね、腹筋、この肌感も非常に細かいですね。で腕ですよ、腕、この覇気、いやこの覇気がやっぱかっこいいよね。武装色、この武装色がやっぱね、このかっこよさ出してますよね。バウンドマン出たのは一番最初どこだ、ホールケーキアイランド編だよな多分。ドフラミンゴのとこバウンドマンあったな、ドフラミンゴのとこバウンドマン、ドレスローザもあったか、バウンドマンは。それも何年前だ、アニメだったらテレビのだいぶ前ですよね。いやワンピースは本当に歴史が長い。こっちのね、この構えてる方のここの辺が超かっこいいんですよ。わかるかな、このバウンドマンでここギギギギュってなるところ、ここわかる、このギギギギュってなるところのこう
踏ん張ってる感じ、これすごくない？この表現かっこよすぎる。バウンドマン、ビョン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 、バウンドマン、バウ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 ンドマンってやりたくなっちゃうよ。これは一応自立は無理です。まあ、もちろんなんですが自立は無理ですね。この形で自立したらえぐいよ普通に。でキングオブアーティストのルフィと一緒で、この煙ですよね、これがルフィ、これギアフィフスに繋がってたのかな、この黙々がね。ギアフォースの頃から、まあ、ギアフィフスに繋がる伏線というか、このギアフォースのフォルムからギアフィフスに繋がる伏線があったのかという感じもしますよね。いやーかっこいいね。麦わら帽子もね非常にね小さいんですよ、まあ、なんでかっていうと、このバウンドマンがもう体がめっちゃでかいから結構小さく表現されていますが、造形細かいですよやっぱりね。いやーかっこいいな、これはこれめちゃくちゃかっこいいですね。キングオブアーティストで塗装っていうのはね結構珍しいんですよね。前回のね後でも紹介しますが、まあ、キングオブアーティストのルフィのギアフィフスの場合だとね結構白なんで、まあ、陰影塗装とかないんですが、バウンドマンに関してはワノ国衣装ですね。ワノ国衣装なんでちょっと黒塗装の浴衣に黒塗装入ってますね。ちょっと影の陰影塗装が入っています。このバウンドマンはちょうどあれですね、最初にカイドウと戦った時かな。このワノ国の衣装着てるんで、え？これは新発見ですよ。足、なんなら下半身ですね、全部足全体。なんならこのパンツの中は、は？パンツの中まで武装色まとってるのでしょうか。パンツの中まで武装色をまとっているのかい、どっちなんだい。なわけねえだろう、なわけねえだろう。ないというわけで、続いてキングオブアーティストモンキーディルフィースペシャルバージョンスネークマン開封していきましょう。スネークマンも裏重心になりますね。どっちも裏重心なんだね。重心は若干下かなという感じがします。はい、というわけでスネークマンの方開封しました。いやかっこいいっすねマジで。まず驚いたことは、まず台座がね、黒台座じゃなくて、まあよくある金剛地蔵とかと一緒で、この黙々を台座にしてる感じで、非常に嬉しいと思います。やっぱ台座がね、いろいろ凝ってると、プライズとしてはすごい嬉しいというか、評価高いですよ。まあ、キングオブアーティストのね、しっかり山下学先生のこの筋肉造形と、そして肌感、この傷感、素晴らしい。素晴らしい。顔もルフィ、ちゃんとルフィですね。うん。懐かしいですね、クマもね。もうギアフィフスのニカルフィをみんな期待してるけど、やっぱギアセカンド、ギアサード、ギアフォースと来てるわけですから、ルフィの進化をねフィギュアで追うっていうのも楽しいですよね。個人的にはよ、ギアセカンドのキングオブアーティスト来てくれたらマジで嬉しい。キングオブアーティストじゃなくてもいいや、あ、まあ、一番くじでもいいですから、あのドアドアの実のさ、やばい名前出てこない、ドアドアの実の、ドアドアの実のやつと戦ってた時のギアセカンド、初のギアセカンドがマジでやっぱね、当時アニメで見てたんだけど、やっぱめちゃくちゃかっこよかったもん、あのギアセカンド、ギアセカンド超えすぎたね、あれは。やっぱね、武装色のね、造形がめちゃくちゃいいんですよ。武装色の造形が。でも、この黒っていうのがね、かっこいいし、それにさらに血管と、この指の細かい、凸凹凹凸造形が入ってるから、もうめちゃくちゃかっこいいっす。まあ、どちらかというとね、個人的にはこのバウンドマンの方の、この右腕の方が個人的には好きですけど、スネークマンもかっこいいっすね。このスネークマンは、これ完全にあれですね、カタクリ戦かな？これ、ホールケーキアイランドの時の、あれですよね、この帽子は。完全にね、これはやっぱキングオブアーティストやっぱり皆さん欲しがりますよ。やっぱね、エブリデイさんで皆さんゲットしてほしいですよね。あんなに、あんな手順がねできるゲーセンないですから、本当にね。本当はね、難易度高いところで僕も動画撮りたかったりするんですけど、やっぱりね、時間がなかったり、近くにね、そういった面白い設定というか、面白い発射たちのね、設定のゲーセンが本当にエブリデイさんしかないので、そこに行かざるを得ないっていう状態です、正直ね。本当はいろんなちょっと遠征、ベネックスだったり、遠征してね、あの動画撮りたいんですけどね。まあそれは、僕が稼げるように、しっかり稼げるようになってからって感じですかね。やっぱキングオブアーティスト素晴らしいね。スペシャルバージョンと前回の通常バージョン、何が違うのかっていうのは、僕前回のバージョン持ってないんであんまわかんないんですけど、もしよかったら知ってる方いればね、コメントまでよろしくお願いします。というわけでね、せっかくなんで、キングオブアーティスト、モンキー・ディルフィー、ギア・フィフスの方もね、せっかくなんで並べていきましょう。プレナチャンネル。はい、というわけでこちらでございます。キングオブアーティスト、モンキーディルフィー、ギアフォース、ギアフィフスでございます。いかがでしょうか？この並びもね、めっちゃかっこよくない？めっちゃかっこよくない？これ。個人的にはですよ、僕ディスプレイするときに、今ね、結構皆さんにも好評いただいているこちら見てほしいんですけれども、推しの子の1マーク前回引いて、ラストワン賞がね、ゲットした動画になるんですけど、こちらでね、推しの子のね、アイちゃんの、
フィギュアをディスプレイした動画をね紹介したんですけれども、なんていうのかな、こう同じキャラクターでしかも同じシリーズでしかも同じサイズ感で同じ原型師さんがやってるフィギュアをこう並べるの僕個人的にめっちゃ好きなんですよ、うん、今回だと山下学先生、ルフィのキングオブアーティストってかなり出てるんで、それも一緒に飾りたいよな。個人的にはね、ちょっと他のルフィのキングオブアーティストルフィ集めてちょっと全部紹介したいなと思いますね。せっかくなんでね 4K でも撮ってみました。 4K だとマジで画像が映えますね。本当にフィギュアの良さが伝わる。本当に細かすぎる造形が。山下学先生本当に好きやわ。このクオリティのフィギュアがねクレーンゲームで撮れてしまう。それにかつエブリデイ玉の国なら1000円で2体撮れてしまう。でこちらもね僕過去に動画上げてるんですけど400円500円で撮れちゃうんですよ。やはりやっぱキングオブアーティストはやっぱエブリデイさんめちゃくちゃ撮りやすい。なので皆さんもねぜひねエブリデイさん嘘だと思って遠方からでも来る価値はあります。本当に本当に魅力に詰まってるゲームセンターなんで、ぜひね行ってみたらいかがでしょうか。タマセンターですよ。タマセンター、タマセンター、ぜひ来てみてください。もしかしたら僕がいるかもしれません。もしよかったらね全然声かけてみてくださいね。ちなみにこんな感じでフィギュアーズゼロのカイドウと並べてもかっこいいですよね。今にちょっと持ってるんだけど、うまく台座使ってねこう並べても良さそうですよね。いやめちゃくちゃ合わないこれ。バウンドバン、バウンドバン、カイドウと飾ってもバウンドバン、めっちゃかっこよくない。これ原作シーン再現できますよね。これねワノ国のワンシーンで、これワノ国編と衣装バッチリなんで、これカイドウと並べてもかっこいいっすよねこれね。はい、というわけで評価点の方発表していきましょう。まずバウンドマンの方からですね、まず顔の造形こちら 4.0 とさせていただきます。これは間違いなくルフィですもんね。この表情ちょっと踏ん張ってる、しかもワノ国っぽいこの表情、これ素晴らしいですよね。バウンドマンめちゃくちゃかっこいい。続いて全体の造形ですね、こちら全体の造形こちら 4.3 とさせていただきます。これはめちゃくちゃええんちゃう。本当にこれマジでめちゃくちゃかっこいいですよ。まあ、個人的に僕が一番好きなのはこの覇気をまとった武装色の覇気をまとったこの腕、そしてこちらの右腕のねこうグググっていう構えてるイメージ、ここグググってこらえてもうパンチ出すよみたいな、このね造形が素晴らしすぎる。でね服のね塗装とか、ワノ国の衣装の塗装とかもしっかり入ってて、まあただねちょっとサイズ小さめなんですけれども、もう迫力素晴らしいなと個人的には感じておりますので、こちら 4.3 高得点つけさせていただきました。で続いて塗装ですね、塗装の面こちらは 3.8 でございます。いやこれはプライズの中では大当たりでしょう、間違いなくね。呪術廻戦のルミナスタとかはね塗装めちゃくちゃすごいですが、まあ、それに比べると塗装は浅いものの、まあ、キングオブアーティストには珍しくこのワノ国の衣装のところの陰影塗装しっかり入ってますので、これ 3.8 つけてもいいかなという感じが個人的にはしております。あとはですね、あの腕の武装色のところなんですけど、まあ、このなんていうのかな、このパールコーティングというか、このねちょっと光ってる感じの塗装がまた武装色の迫力をまた引き立ててくれているので、これは塗装の面も非常にレベル高いんじゃないかなという感じがしております。続いてポージング構成ですね、ポージング構成こちら 4.0 とさせていただきます。これはすごいな。さっきも言った通りポージング、ここの構えてるポージングがなおいいですし、まあ、さっきのカイドウと並べてもサイズ感がちょうどいいという感じで、あとは今までのね先ほども並べましたがキングオブアーティストのギアフィフスのルフィと並べてもサイズ感ちょうどいいです。その点も考えてもポージング構成素晴らしいんじゃないかなという感じがしております。最後ですね、おすすめ度総評価についてなんですが、こちらは 4.5 とさせていただきます。これは全力でおすすめしたいですね。うん、まあ、再販でね結構数も結構出ていますから、相場自体はかなり落ち着くんじゃないかなと見ておりますので、もしね安くなったらポチるでもいいですし、エブリデイさんとか有料店のゲームセンター行ってちょっとフィギュアゲットしてみてもいいんじゃないかなと思います。ルフィということでめちゃくちゃ人気のプライズになりますから、まあ、皆さんこちらぜひゲットしてねディスプレイしてみてください。というわけで高得点になりました、キングオブアーティストモンキー・ディ・ルフィギアフォースバウンド版でした。というわけで続きまして、キングオブアーティストモンキー・ディ・ルフィギアフォーススネークマンの総評価やっていきたいと思います。まず顔の造形ですね、こちら顔の造形が3.8 とさせていただきます。まあ、顔の造形申し分ないんですが、若干ねシンプルなかっこよさで言うとバウンドマンの方がかっこよかったかなという感じがしたので、相対的に 3.8 くらいかなという感じにさせていただきましたが、なんせクオリティはめちゃくちゃ高いですよ。うん、この歌舞伎っぽいねスネークマンの特徴的な顔をしっかり再現されております。というわけで全体の造形ですね、全体の造形はこちら 4.0 とさせていただきます。 4.0 かなり素晴らしいと思いますね。あのバウンドマンと一緒で手のね武装色の部分、これも素晴らしいですし、ズボンのところの造形、肉造形も非常に素晴らしいというところ。プライズはね基本黒台座が多いんですけど、まあ、こういう感じで黙々でねちょっと一番口に近いような台座でねプライズとして出してくれると本当にね嬉しいなと。
これが UFO キャッチャーで取れるなんてっていうね、そういう感動がありますから、これはね素晴らしい評価点になるんじゃないかなと思っております。続きまして塗装についてですが、こちらは3.8 とさせていただきます。まあ、こちらもねバウンドマンとほぼ同じ理由ですが、まあ、手の武装色の塗装、ちょっとねテカっている塗装であったり、この黙々ですね、この黙の黙の部分のちょっとしたメタリックというか、このパール塗装というか、このメタリックの感じの塗装もいいですねっていうところと、まあ、あとここのズボンですよね、ズボンのところの塗装も、まあ、しっかりリアシワ感とともにしっかりとした陰影塗装入ってて、まあ、高得点つけていいかなという感じがしております。続いてですね、構成ポージング、構成ポージングに関してはこちらも 3.8 とさせていただきます。そして最後なんですが、総評価おすすめ度になるんですが、こちらが 4.0 とさせていただきます。これはねキングオブアーティストの中でもかなり当たりですし、まあ、ルフィということで、そして山下学先生のこの造形力、この含めて、まあ、いろんなフィギュアとも比較的飾りやすい、ね、そして迫力もフィギュア単体としてのクオリティも非常に高いので、ぜひねこれこちらは手に取っても損はないというふうに感じております。フレナチャンネル、はい、というわけでいかがだったでしょうか。まあ、どちらのフィギュアも総評価どちらも 4.0 以上ということで、もう本当におすすめですね。このフィギュア間違いなくゲット必須というか、もうぜひゲットしてほしい。まあ、個人的にはこのバウンドマンめっちゃかっこいいし、スネークマンもかっこいいみたいな感じなんで、まあ、どっちもねぜひねセットで手に入れてもらって、昨日紹介しましたギアフィフスのモンキー・ディルフィーと一緒に並べたり、カイドウと並べたりしてあげると、まあ、より良さが引き立たれるんじゃないかなというふうに感じておりますので、こちらはねでもぜひゲットしてみてください。というわけで、私クレナチャンネルの方ではですね、こういったフィギュアの紹介、クレーンゲームの攻略、そして一番くじのフィギュア紹介などなど様々なコンテンツアップしております。まあ、ショート動画もねたくさんアップしておりますので、そちらもねぜひご覧ください。私クレナチャンネル6月末までにチャンネル登録者1万人目指しております。もしよろしければ応援の方よろしくお願いいたします。今回はこの辺でバイバーイ。マジでキングオブアーティストルフィーはマジで外れねえ。